課長、もう一軒行きましょうよ。よし、行くぞ。パーッとな。パーッとですか。ただし、割り勘だ。割り勘ですか。バカバカ、これ以上は経費で落とすわけにいかん。なんだこら、お前ぶつかっておいて知らんぷりか。なんとか言わんか。まったく近頃のガキどもは変にもしろ。課長、やめろ。俺たちは天下の大和建設。バカ、会社の名前を出すやつがあるか。酔っ払って余ったれんじゃねえよ。勝手にはしゃぎやがって。関係ねえんだよ俺らには。酔っ払った時だけ生きがりやがって。石井君、警察を。はい。呼べや。その前にこのおっさん腕の一本をなくすぜ。勘弁してくれ。私は分かった。この通りだ。おっさんよ、俺はデッキレなんだ。てめえらみてえなサラリーマン野郎がよ、匂い嗅いだだけでヘドが出るぜ。いい加減にしろ。え、うん、なんだ。てめえら女の腐った野郎みてえな締め方しやがって。いいのか兄さん、くちばし突っ込んで。やめろっつったんだよ。こういう時はしかとこいてる方が利口だぜ。横から口出すのが一番大バカよ。上等だこら。サラリーマンをなめんじゃねえよ、土下。なんだそりゃ。バレー。やつを知らねえのか。関東全域に強力なチームワークを誇り、メンバーの数は1万人とも言われた暴走部八州連合。やつはそれを2年間束ねた矢島。金太郎、あの伝説の八州の頭、矢島の金ちゃん、あの人が。早いとこ詫び入れてよかったぜ。もうちょっと血が上がりゃ殺されてたよ。お前ら見逃してやる。とっとと散れ。すいません。金太郎、
女房の実家で漁師やってたんじゃなかったのか。何を寝ぼけて戻ってきやがった。やっぱり明智さんか。八州はとっくに解散してんだ。おめえが戻ってきてもやることはねえ。関東の街道は平和なもんだぜ。明智さん、後期からデカになりやがったんか。えれえ出世じゃんよ。よく戻ってきたな。明美のことは聞いたよ。これがお前たちの子か。ああ、龍太ってんだ。明美のやつ、赤ん坊と入れ替わりだった。そうか。まあ乗れ。積もる話もいっぺんあんべえ。いいよ。明日でもゆっくり遊びに行くから。バカ野郎。派手な喧嘩やって帰れると思ってんのか。一晩泊まりだ。おい、総務に知らせろ。あんなのに会社の玄関に集まられちゃたまらんぜ。行きなさい。ここはあんたたちみたいなのが来るところじゃないわ。すぐ車を動かしなさい。私は大和建設秘書課桜井京子。動かなければ警察に電話します。すまねえな姉さん、こっちも大事な取り込みなんだ。すぐ終わる、勘弁してくれ。来た、兄ちゃんだ。違いねえ。オス三岡変わらねえな。木田も松田も石井も神崎もいるじゃねえか。しかしおめえらまだそんな格好してんのか。とんでもねえ、わしらもみんな引退したっすよ。でもね、金ちゃん迎えるにはやっぱこれっきゃないっしょ。しかし本当っすか明智さん。なんで金ちゃんがこんな超一流会社のサラリーマンになれたんすか。知らねえよ。よく来てくれた。俺ら一生マブダチだ。矢島金太郎っす。今日からここの社員になります。よろしく。面白い金太郎ね。冷やかしじゃね、マジでやろうとしてやがる。いってらっしゃいよし。いってらっしゃいよし。あいよ。一体どういうことだ。背中の赤ん坊はまだしも、パトカーに送られて発出したとは。説明したまえ。昨夜渋谷警察へ一晩止められることになって送ってもらったんだけどな。会社をなめてんのか。今井君、人をぶっちめたんだ。警察に引っ張られるのは仕方がねえ。だけど会社に文句言われるってのはちょっと理由がわかんねえな。まあまあ。部長、本当に本当なんですか。この人が我が社の新入社員って。桜井君、庶務課へ案内してやってくれ。配属は庶務課に決まった。会長、なぜあの男我が社に。うん、確かに会長こそが我が社の創設者に間違いありません。しかし大和建設はすでに住宅建設業界ではトップ3にランクされる一流企業です。株主総会で取り上げられれば会社を私物化したとつつかれることにもなりかねないのではないかと。上永君、サラリーマンとは何ぞ。いつから大学で出なくてはならなくなった。いつから背広姿と決められた。いつから減点法によってしか勤務の評価をしないよう